皆さんこんにちはレックス専講師の根本ですここでは私は夏から担当するパーフェクトローラー講座まあ俗にパーロー講座について説明をしていきますこちらの講座のコンセプト20問前半の方それを確実な合格レベルに引き上げるこれを狙っている講座になっています ある程度点数がいってからどうしてもその先伸びなくなってきちゃうなんで点数で伸び悩むのか頭打ちになるんでしょういくつか原因があると思います一つは曖昧な知識が多すぎるいっぱい学習をするだいっぱい知識が入るでも一つ一つの境界線が曖昧でどっちを使うのか分かんなくなっちゃうはい。 こういう状況を消化できず、整理できず、結局間違えるという方向に。行ってしまいます。次。多くの方が、やはりアウトプットを使って。まあ、一応こう、覚えていくという作業をすると思うんですが。そのアウトプットで、まあ。ちゃんと根拠を覚えならいんですけど。答えを覚えてしまう。よくわかんないんだけど、これは確か罰なんだよなとかね。 答えを覚える学習をしてしまうするとどうなるかっていうと表現変えられただけでコロっとやられちゃうんですよ3つ目知識をギュッと絞るこちらね格意になる知識に絞って繰り返す確かにその学習否定はしませんでも絞りすぎちゃっていて結局合格する分量に 届かない最近この方多くなってるんですよ絞りすぎちゃってるっていうやり方その結果新しい論点などに全く対応ができない結果この三つがあると思ってます曖昧な知識が多すぎるアウトプットで覚えちゃう知識を絞りすぎちゃっているそんな方にお勧めしたいのが 図表を使った学習です。図表を使って知識を整理する。そして、アウトプットで溺れなく、インプットをしていきましょうよ。それを、が、私のお勧すすめで、それを実践するのが、このパーフェクトローラー講座です。じゃ、どんな講座なのか、ご紹介していきます。まず、この講座。 とにかく図表をメインで構成されています。で、この図表というのは、私が受験生の時からあった講座、その講座の図表からどん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 発展させている、もうレックがオリジナルで作っている図表集団です。図表の何がいいかって、やっぱり文章よりもパッと見てわかるんです。そして違いがわかるんですよ。表になってるから。 だから、パッと見でわかるから、印象に残りやすい。で、パッと見でわかるから、繰り返ししやすい。繰り返せば繰り返すほど、知識は強くなります。印象に残っている、そして繰り返しができる。これにより、記憶がどんどん固くなってきます。図表の何がいいかって。 表があって縦軸横軸があって、丸、バツ。ってなってる。文章にすると二行三行長いんだけど。図表にすると、あ、この点の丸、この点のバツを覚えればいいんだな。というのはわかる。どこを勉強すればいいかがわかるんです。特に会社法なんかは、特にこの傾向は顕著です。あんだけ長い条文でも、表でまとめれば、あ、ここを覚えればいいんだね。 こちらがわかるんですよでその結果そこを覚えればいいじゃあそこを覚えましょうって形で覚えてるかどうか表などを隠す表を隠して「丸だけな×だけな×丸」OK×OK、OK OK、テキストって一般的にはインプット教材ですでもそれを使ってアウトプットができるんですよ表になってるからこそそのテキスト これを使ったアウトプット演習はできるんです。図表ってまあパッと見ちょっとなんだろうって思ってんですよ。えこれどういう表？あこれのこの話が丸ってことかな。でなんでな？あああいうことかあの理由だな。ってことはこの表のこの部分のこれはあの知識だからこれバッだな。おっけおっけおっけ。 これね図表の意味がわかるってのは何を意味するかこれ理解できてる証拠なんです知識が分かってる理解できてるだから図表が読めるんですじゃあそれは何を意味するか分かってるからこそ角度変えられても答えられるんですよ丸暗記じゃない 図表が読めるこれは丸暗記じゃない理解できてる証拠理解できてるからこそ表現変えられても答えられるようになるんですこれが図表学習のメリットだだと思ってくださいでは次にこの講座講義ではどんなことをやっていくのかを説明していきます。 一般的にには学習分野つな1と2がもうすでに出ている論点すでに出ている論点すでに出ている論点でももう自分で読めばまあそうだねって分かるものもあればうん難しいななんか道を分かるけど表面上分かるけどなんでだろうなといったものそしてもう一個はまだ出てない論点この3つがあります。 このパーフェクトロワー,ー講座では1についてはポイント指摘2、3をメインに説明しますメリハリをつけた講義になっています合格にいくメリハリをつける自分できるところはお任せして自分でやりづらいところそして今後可能性が高いところここをメインに講義をしていきますそしてその講義も別に結論だけを羅列するというものでありません図表を使って こことここが違うねじゃあなんで違うんだろう背景こうこうこうだよだから左が丸で右がバスなんだとというような説明とかもうこれパッと見わかりづらいよねこれこういうイメージで持ったらどうといったことをあの手この手でやっていきます狙っていることは何かというと記憶に残すことです毎回毎回皆さんの記憶に残す そのためだけに私は準備をしていきます。いろんな技を駆使して、ここに直接響くような講義を展開していきます。そして、こちらの講座、もう何年もやってる講座ですが、今年、またいろいろ変えます。まずはテキストをバージョンアップさせてます。 もっと見やすい形にもっと横断整理できるようにテキストを改訂していますもし過去に民法を受けられている方この過去の民法のテキストと今回の民法のテキストを比べてくださいあっっていう感じになりますそしてです今回科目によってですが本当に1ページ1ページごと自分が精査していますなので実は論点は増えるんですがページ数が 減ってますそして次常に2科目同時並行学習1科目学習というのはいい点もあるんですが1科目学習をずっとやっていくと最後まで行った時にはもう遠い昔やってるから忘れてしまっているとそういうデメリットもあります。今回この講座では まずは民法・感謝法をずっとやっていくそれが終わったら不当法・昇統法へと手続け法へとつなげていくこういう形で常に2科目同時並行でカリキュラム作っておりますそして3点目年内に全ての講義が終了しますそのため年明け半年間 自分の復習に専念できますこれが私が担当するパーフェクトローラー講座こちらのざっくりとした概要になりますぜひこの講座ご興味を持った方お試しウェブというのを試してみてください実際の講義を受ける自分のレベルに合っているかそしてもう一個どんだけ復習に時間がかかるか ぜひこれを見てほしいんです。復習時間がまあこれだったらいけるな。で講義もうん、うん、ちょっときついけど行けるな。っていうのを実感してぜひこの講座こちらの方にチャレンジしてみてください。私のこちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。